ハーレーのバッテリーチャージャー、バッテリーテンダーが新しくなったんで買ってみたんですけど、うちの48専用ハーネスが出てない年式だったので、純正の専用ハーネスを取り付けたいと思います。48のエンジンは 1200cc なんで、スターターがかなり力が必要です。その割にスタイリングのためだと思うんですけど、バッテリーはかなり小柄です。そのため、スターターを力いっぱい回すため、常にバッテリーを充電しておく人が多いようです。今までの製品はコンセントからケーブルが伸びて、途中にアダプターがついてバイクに接続される形でした。新しい商品はコンセントにアダプターがついて、そのままケーブルだけでバイクにつながるのですっきりします。年式の新しい48にはこの辺にケーブルがもともと純正でついてるんですが、私の48にはケーブルが出ていません。サイドカバーを外します。作業中に曲げちゃうと嫌なんで、根元からちゃんと外しておきます。シートを外します。まあ、種類によってシートは違うと思いますけど、だいたい簡単に外れると思います。念のため手袋をしてマイナス端子を外します。プラス端子を一回外して、そのボルトにハーネスの赤い方、友締めをします。マイナス端子の方も元々のボルトで友締めをしてやります。あとは普段取り出しやすくて好きな位置にケーブルを取り回します。私の場合は普段サイドカバーも外さず充電したかったので、このシートのところの隙間、ここにむき出しで出しました。これで普段から充電しておけば、いざバイクに乗りたい時に充電が足りなくてエンジンがかからないなんてことがなくなると思います。